はい、今で通りだってことで、チリのビーニャデルマで見ます。ビーニャデルマからバルパライスに途中です。バルパライスのところは街なんだけどね、これまだこれビーニャデルマの地域なのかな。で、市場があって、漁港があって、その市場があって、そこのところの大市場の隣にいます。そこがビーチになってて、まあ、すごく広いわけじゃないけど、なかなかいい感じの雰囲気になってるから、まあ、5月ですけど今ね、まあ日本と違って北半球、南半球ともちろん季節逆です。で、その中日本が5月から夏に向かっていくと逆で、夏から冬に、秋から冬に向かっていく感じですね、こっちはチリ。その中で朝とか夜はすごく寒いんだけど、夜は昼間はね、太陽が出てる時は割と涼し、暖かいです。だから一応このくらいに裸になっても、ね、問題ない。だけど泳ぎにはちょっと問題ない。まあ、今このビーチということで、いくつかビーチ、今回で3つ目かな、ビーニャの中心のビーチと、シェラトンのなるビーチ、そしてこの漁港のなるビーチという3つ目のビーチ。まあ、程度はあんまり変わらないですね、同じです、大体ね。まあ、でも雰囲気良くて、で、魚市場があるんで、魚市場覗いた後に、で、食事するとこ、レストランがあるんで、海鮮系のね、それは食べた後に行くといいかなと思います。まあ、自分の場合はちょっとこの後に行ってみます。で、またその後、また戻ってきて、ここで海水浴というか、日光浴しようと思います。まあ、こんな感じです。すごい。若干村焼けしてるんで、半袖シャツ、まあ、ランニング、メキシコの時ランニングにいますけど、なんで結構村焼けしてるんで、しっかりと村焼けしないようにね、やらないといけない。あんまり焼きすぎるってあんまり良くないけど、紫外線とか浴びすぎると皮膚に良くないし、皮膚がんになる可能性もあるんで。だけどまあ、程よくならいいかなって思ってます。まあ、ものすごく、最近は控えてる。まあ、そんなにやることはないんだけど、まあでもこのくらいの視界があったらちょうどいいんだけど、まあこの感じです。で、今、まあそんな人いないけどね、まあどんな感じかっていうと、まあ、こんな感じで来ますよね。で、こちらに、レストランがあります。なんか海産系のレストランを、で、海産物を食べるといいかなって感じがします。チリのワインとね。で、あとこちら側が市場になってるんで、さっき市場のを覗いてきたんだけど、桟橋になっててアザラシがいますけどね、なかなかいい感じです。なので、ぜひこのメトロで来れます、電車でね、来て、この辺りビーチも海水浴できる時間だ、海水浴で寒い時期は日光浴するといいかなって感じがします。